ポップライの勝手にランチュラーションかーポポポーチキャラース。ランニング系 YouTuber 界を盛り上げたい芸人ポップラインが走ってる YouTuber を勝手に紹介し、勝手にカテゴライズ、勝手に勢力図を作成する企画である。さあ、ということで、はい、本日紹介するチャンネルは晴れた宅のマラソン学習チャンネルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、早速ちょっと情報の方を先におさらいしますと、はいはいはい、まず登録者の人数は9350人、はい、そして出ている動画の本数113本、うん、一番最初投稿されたのが2014年7月13日、うん、でフルのベストが2時間25分23分早い。そしてハーフが64分19秒。早い。むちゃくちゃ早い方ですね。めっちゃ早いです。むちゃくちゃ早いです。まあだから大学のね、うん、駅伝部なんですよね。そうですね、もちろん、うん、もちろんめちゃめちゃ早いです。めちゃめちゃ早い。一番最初に、上げられた動画、題名がランナーのための今すぐできる体感チェック、うん、本当にね、YouTube っぽい動画ですね、うん、最初はね、そうね、もう簡易的な感じで撮ってますもんね、うんうん、多分走りっすもんね。そう、ランチューバーとかめちゃめちゃ早いよね。2014年だもん。めちゃめちゃ早い。うん、本当に先駆者の方で。先駆者だよね、うん、だから意外といねえなって感じだけどね。いや、だから多分ですけど、途中まで上げたけど、うん、一旦めっちゃブランク空いてますね。そうだね、間が、うん、絶対ずっとやってたらもうえぐいくらい伸びてる。そうそう、うん、クオリティですもんね。いや、本当にクオリティは高い、うん、素晴らしいと思います。で、一番人気の動画が、うん、はい、すごいですよ、44万回。あれ、うん、走らなくてもフルマラソンが20分速くなるランニング筋トレ。うわ、大好き、そういうの大好き。気軽ね。いや、結局走れって言うんだけどね、多分ね。まあね、結局はね、走るんかいって思っちゃうけど、でも20分速くなるって言われたらね、うん、やっぱランナーさん大好きですよ。食いつくね。見ちゃうでしょ。見ちゃいました。見ちゃうよね。見ちゃいました。うん、あ、20分速くなったと思って、うん、もう練習しなくていいわ。だってそうだね、走らなくていい。そう、もう走らなくていいわ。これあれですよね、全身がフロック。そうですね、マラソンスクールっていうチャンネルで。そう、チャンネル名がもともと最近変わったのかな、うん、最近変わりましたね。ずっとフロックでしたよね、うん、ランニングスクールを持たれてるんですよね。そうそうそう、ご自身で。カエルのね、うん、ウェイウェイくんのね、はい、うん、あれですか、名古屋の方本拠地としてるんですかね。なんすかね、東京ではない。東京ではないですよね。そんな感じですけれども、うん、まあためになるね、全体的に。ちょっとね、今回俺熱量違うんだよ。熱量ちょっとありますね。これに際して、この撮影に際して、はい、まあ見るじゃないですか、うん、で、まあたまに見たことあったのよ。おお、うん、なるほどね。そう、でもちゃんと見たの初めてで、うん、ぶっちゃけどんな問題と、プロックさんよ、プロックさんよ、そうそう、原田拓さんどんなもんよみたいな。で、まあ、もっと経験者だからね。そうそうそう、ああいう感じの人、まあ、何人かいるじゃない、はいはいはい、一番いい、一番だと思う俺見てて。あ、そんな、うん、あのね、これね、マジで本当に今見てる初心者の方で原田拓のマラソン学習チャンネルさん見てないって、見た方がいい。俺ちょっと感銘受けたもん、っていうぐらいに。こんなの珍しいっすよ、そう。まあ講義とかも結構やられてるんですよ、うん、で、ハワイのね、ホノルルマラソンのツアーの9回くらい行ってるんですよね。そうそうそう、で、まあホノルルでも日本人トップとか取ったりとかしてすごいんだけど、喋、うん、りが上手いのかな。まあ達者ですね、うん、確かに聞き取りやすいしね。一番最初におってなったのは、うん、まあやっぱその再生リスト自分で作って、まあ、だら流しして、うん、まあ、1日原田拓さんが映ってるみたいな、パソコンからずっとその状態やったんだけど、その講義の時の、映像をハスから撮ってるやつがあるのね、うん、だからもう YouTube どうもじゃなくて、あの講義の、あ、もちろんもちろんもちろん、そういうやつが、うん、笑いすげえ撮ってんのよ。すげえと思って、俺そこからあれ様子おかしいなって思って、でそこからこうちゃんとだらみじゃなくて見てたんだけど、喋りがうまい。なるほどね。で、例えとかもうまいし、自分で自分なりのメソッドで語ってくれるから分かりやすいのよね、うん、例えば1個の例えとしてあるのが、うん、練習の消化率とかの話で基礎が大事って話なんだけど、うん、
300ml の器と、はい、1リットルの器があります、うん、で練習内容は1リットルの練習内容します。でちゃんと基礎ができてると1リットルの器に全部1リットル受け止められるじゃん、うん、でも基礎がない人とって300ml の器なのね。それに1リットル入れたらどうなる？こぼれる。こぼれるでしょ、うん、あ、そうか、まあそのうん、こぼれるよね。700ml こぼれるじゃん。こぼれる、うん、もったいな。でそれって 700ml こぼれてるのはちゃんと消化できてないのよ。その練習を 700ml も、こぼしてる。意味ないってこと？きついことしたのに。そう、そういうこと。300しか身になってない。で1リットルの器があれば1リットル分ちゃんと自分の中に吸収できますよっていう。これを例えば5回とか6回とかやった瞬間に、例えば5回やったとしたら1リットルのやつ5回何リットル5リットル、5リットルちゃんと身になるのよ、うん、でも300の器で1リットルのやつ毎回700ミリリットルこぼしてる状態で5回やったら 3.5 リットルもったいない。そんなもったいないってことよ。めちゃめちゃもったいない。そう、やめろそのキャラそのキャラしか俺入ってこない。説明やすいと思いますよ。説明しながらずっと 見入っちゃって俺何喋ってんだろうなっちゃったからさ。いや分かる、そういうことね。そう、はい、だからそのこぼれた分ってじゃあ何ですかって言ったら、うん、変な動きとか、うん、変な姿勢の体作りになってて、故障につながる部分ですみたいな。さらにこぼれてもったいないだけじゃなくて、マイナスになる可能性もあるからね。可能性ある。だから怪我とか、ね、基礎は大事ですよっていう説明とかしてんだよ。分かりやすい。それ分かりやすいじゃん。あ、なるほどねみたいな、うん、あとビルとかに叩いたりするんだよ、はいはい、ビルいきなりさ201号室作んないじゃん、うん、基礎があってあの土台を作ってそっから部屋を作っていくじゃない。基礎、基礎っていうのはそうだな。部屋、あー、そっか。カズくんが寝るとこ、カズくんが寝る部屋はまず最初に作んないんだ。家作るときって一番じゃ地面、地面ないんだよ。浮いてたの、カズくんの部屋だけ浮いてたの、うん、そこに入ったの。入った。入ってないよ。入ってないの。入ってない。カズくんの家は土台があってコンクリート敷き詰めて木でこうまずこう作んのよ。柱とか柱あるでしょ家に。柱、カズくん家は木がない。 石ね。じゃあ石のデザイナーズかもしんないけど、うん、パパめっちゃうるせえな。なんだよ、全然俺の熱さが伝わんねえぞ。いや伝わってる。熱さにはこっちには伝わってる。伝わってるかな。こっちやったらいつもより熱量高いなと思ってる。ほんとだよ。なんだカズくん出てくんなよ。もうそっちが気になっちゃってしょうがない。いやでも分かりやすいってことでしょ。そうです、そうです。それは俺も思ったし、なんかその講義を本当に、うん、さっきも言ったけど、うん、あの第三者目線で撮ってる感じもめっちゃあるじゃん。そうだからなんか分かりやすいっていうか、そのガチな講義を聞けるよね、うん、そう、その YouTube 用じゃなくて、そう YouTube 用じゃないのがいるかもしれない。なんか講義のやつをハスから撮ってるのがいいのかもしれない。そうそうそう、あれはね、本当の大学の講義見てるみたいだった、うん、そう久しぶりに。そうでしょ、うん、でちゃんと笑い取っててさ、うん、で教科書もめっちゃご自身が持ってるから、うん、そうなんか聞いたことあるわそれじゃないのよ、うん、自分の例えだから。そう説得力めちゃくちゃあるよな。そう実際林で、うん、であとあれじゃん、藤原新太さん。そうね、オリンピックランナーのパートナーとかで結構帯同してたりするから。そうなのよそこら辺も見るのがね。そうなのよ、新太さんの本当に見てほしい。見た方がいいよ、全部全部見て。それをめっちゃ言ってたんだよね、うん、この撮影始まる前に、うん、竹本和樹を見た方がいいやつだよ。マジで見た方がいい。メンタルの部分とか、うん、マラソン30キロの壁とかあるじゃん、よく言われてるじゃん。言われてるやつ。それってもう頭でっかちでさ、うん、なんかそう言われてるからそう思ってるっていう、うんうん、思ってるだけじゃない、うん、だって走ったことないじゃん。ないない。でも30キロの壁って知ってるじゃん。知ってるそれ良くないのよ。うーん、脳的にはさ、もうそれを勝手にインプットさせられちゃってる。そうだよね、すり込まれちゃってるもんね。だからなんか逆算しちゃってもね、あと2キロとかさ、走ってる時に。そう、マラソンはきつい、を引っ張る我慢のスポーツだっていう風になってない、うん、なってる。原田さんはそれをすり込むのがおかしいって言ってる。そうじゃないと。マラソンは余裕をコントロールする戦略的スポーツだから、そっちの方に持っていけば面白くないって言ってくれてるじゃん。確かにそうだなみたいな。誰が決めたの30キロ。なんでずっときついって思わなきゃいけないの。そうで、まず最初にそれで思って始まると、もうきついが来た瞬間にもうダメだがすぐ来るの、うん、
じゃん、うん、じゃなくて戦略的スポーツって考えた時に、あ、これきつくなったら次どうしようっていう風な待ってましたってことで、そうそうそう、はい、でもこうするんですよ僕みたいな、そういう風に戦略でマラソンやっていけば長くも感じないし、僕長いと感じたことありませんとか言ってるし、そうそうそう、まあ、まあ長いと言ってる時もあるけど、そこはねちょっと持っちゃったけど、今勢いで勢いで熱量がね、そう勝ちすぎちゃった、そう熱量勝ちすぎて原田拓さんを盛るって勝手にね、わけわかんないことしだしてそんだけおつぶしてるってことでしょ、そうそう、本当にわかるかな、伝わってるかな、この熱量伝わってると思うよ、本当良かったんですよ、なんかバカにしてたんですよちょっとごめんなさいね。な、まあ、どうせっていう、まあね、どうせ知ってること言うんでしょ、知ってることを言ってるんでしょっていうのがあったもんね。だから本当初心者から結構シリアスランナーまで、うん、多分幅広く見た方がいいですよね。そう本当に、うん、初心者だけじゃなくて、そう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 。俺20年やってる俺がさ、感銘受けてんだもん。確かに。あ、そうなんだってちょっと思うんだ。そうそうそう。あのモチベーション上がらない時のモチベーションの上げ方とかも、まあよく聞くじゃん。うん、はいはい。ありがちなやつね。そうさ、ありがちありがちと思って見てんじゃん。もう見てるからね、俺ずっと。はあ、なるほど。あ、確かに俺そうしてるわみたいな。なるほど、こういう考え、もう全部言っちゃうとね、うん、あれなんで。なるほど、こういう考えにすればモチベーション上がる。確かに上がるなみたいな。すげえなこの人みたいな。いい視聴者やね。いや本当に見ちゃった。だからね、ちょっとね、ほんと9000何百人ももったいないですね、うんうん、確かに、もうみんなランナーさんの人は多分最初登録した方がいいかもね、うん、ほんとに、これマジです、うん、見た方がいい、みんな本当に見た方がいい、113本だから、そんなめちゃめちゃ本数多いわけじゃないから、そう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 、終えるしね、うん、で、僕、じゃあ僕の好きな動画言っていいですか、はいはい、僕が見るべき、僕が一番見た方がいいでしょ、はい、そうですよ、何を見てくれたよ、うん、僕はね、うんうん、サブ 3.5 シリーズ、あ、いいじゃない、花屋のなるちゃん見ました、が好きです、めちゃめちゃ、うん、見てます、見てないですか、もしかして、うん、ちょっとそれは花屋のなるちゃん、僕とほとんど一緒なんですよ、始めた時期、ああ、はいはいはい、3.5 を目指してるって方で、なんかコント急に始めたやつですとか言うのかと思って、違う違う、花屋のなるちゃんって方がいて、ね、まあ、年は僕より多分結構上な方なんですけど、もうやっぱ追っかけちゃうんですよね、どんくらい走るんだろう、はい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 、で、初ハーフ、うん、ね、うん、僕1時間49分、はい、50何秒飛ばすよ、うん、ギリギリね、ギリギリギリですよ、切れましたね、うん、見たら、うん、めちゃめちゃ余裕度がある状態で、うん、1時間43分ですよ、うーわっと思って、俺それうーわそれうーわだな、萩拓じゃなくて原拓に習いてーと思って、やっぱ萩拓、うわ萩拓やってるわみたいな、原拓に習いたいわ俺、めちゃめちゃしかも余裕だね。俺だってウレションしてるからね。まあそうね。あの完走して、うん、初ハーフ、うん。このなるちゃん、花屋のなるちゃんは、うん、もうめっちゃなんかすげえ済ました顔で最後もうスーッと終わって余裕だもん。下手ったりしてないし。もうまあ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 それはさ、すごいね、それはさ。まあまあまあ、衝撃的すぎて俺それが、うわーみたいな、やっぱ人と比べるもんじゃねえなーと思ったね、全然真逆の感想抱いてるじゃん、もうこれ見たくないっていうの、俺はもっと見たいになっちゃってるから、やっちゃった、そういう人と比べるのもよくないから、そう、だからもう、そういうことも言ってくれてるからね、そうね、うん、分かってる、やっぱそうそうそう、原拓さんは、原拓さん分かってますよ、やっぱりですね、うん、そこですね、そうですそうです、マラソン自己ベスト攻略編っていうのがシャープ6で6回ぐらいあるのかな、うん、それは全部見た方がいいです、はい、皆さんも見てください、見ますね、もう見てください、本当にちゃんとね、うん、僕もやっぱね、全部は見れないから、うん、その聞いたり、まあ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 、ラジオ感から聞いたりとかするときもあるじゃない、うんね、これって、そうやって、企画ね、そうやってやるからね、全部見ます、うんうん、見た方がいい、そして俺は花屋のなるちゃんに勝つ、いいね、多分、そうだね、多分ね、いいよ、うん、まだサブ 3.5 されてないと思うんです、僕と一緒に多分マラソンだけ出れてない状態なので、まあそうだね、ご時世的に、うん、そうだね、勝つ、いいね、そういうの先に出す、そういうの持っていきましょう。そんな感じで、はい、じゃあ位置付けしていきますか、はい、行きましょう、さあということで、はい、位置付けさせていただきたいと思うんですけど、はい、2時間25分なんで、はいはいはい、まあむちゃくちゃ早いですよね、そうね、さきらんさんが26分台とかで、うん、で、原田さんも25分台で、うん、ほぼ一緒ですね、そうね、俺今回原田さんちょっと好きになったからこう全面に書いちゃいたいぐらいだけど、もう原田みたいな、原田って書きたいぐらいですよ、まっすまあ情報っすもんね、完全に、いやもう完全情報、完全情報、はい、でも全振りでいいんじゃないですか、マジで全振り、もうそうね、もう全振りピタピタになる感じで、うん、
で、の先乱さんのもう横じゃない、横だからここのね、うん、分かりやすい、はい、はい、さあということで原田拓のマラソン学習チャンネルさんはこちらにポップライン的に認定させていただきました。はい、それでは次の動画紹介するのはどうですか、なんとおいクレイジーカラさんでございます。マジだクレイジー、ということでまた次の動画でお会いしましょう、チャオ足速い。